くわかるかよ。これさ、今あの新宿来てるね、これ。新宿？ああ、これ見てみ。新宿やろ。これしかも俺バスで来て。バスで来てんな。バスで来て、バスた新宿から降りて、ね、バスた新宿から降りて、ここになんか人誰もおらへんもんでさ、ちょっと撮れるところあってんな。これすっげえぜ、これ。これ。今ちょっと新宿着いてさ、すっごいな、新宿って。こうか。なんかね、もう本当にね、人がいっぱいおって、俺今バスで着いたばっかだから、まあ、今からなんだ、歩いて、ちょっとぐるぐるするけど、なんか、すごいね。やっぱね、東京ってもう永遠に変わり続けるわ。はっきり言って俺、車で来るのと違うわ。電車で来るのは、はっきり言って北海道の時に若干東京駅で降りたけど、あれを除けばあんなものを30分ぐらい降りただけだから、あれを除くとはっきり言ってね、大学のね、あの東京で自己破産したじゃん。自己破産して夜逃げしてきてやん。吉本。あれ以来って考えると、ね、なんだ、10年ぶりやぞ、これ。東京。俺はそのさ、自己破産があるやん、吉本の。10年前にさ、オリエント、オリコでさ、で、NSC 代40万、オリコでさ、契約して、2ヶ月ぐらいしか行かずに、で、なんだ、浦安のさ、バイトでさ、もう貯金も何もな、貯金もないわけだよ、卒業した時に。貯金がなくて、親からの仕送りも いきなり届いたわけだよ。大学卒業と同時に、大学卒業までは仕送りは 100% あったのに、大学で卒業と同時に就職せんかったや、それの仕打ちとして、報復措置として、仕送りが 0% になって、ね、そうするとバイトしてなかんや。で、バイトでもうまくいかなくて、人間関係で揉めて、殴り合いになって、千葉の浦安の魚民と、なんだコンビニのファミマだったっけ、あそこで働いたけど、2ヶ月ぐらいでもうものすごい猛烈な暑さのさ、夏で、浦安のさ、ね、なんだシャトー菊から通っとって、でもうさ、もう2、3ヶ月でもう生活が立ち行かなくなって、もうまずバイトがさ、ね、もう破綻して、でそれで逃げてきてさ、もう本当にそういうもう嫌な思い出しかないもんね。それ以来や、はっきり言って。俺も正直ね、来たいと思ってなかった。ただ俺はちょっともうさ、人生が人生でさ、年寄りもうじじいじゃん。もうこれ以上さ、もう余裕がねえもんね、年齢に。そろそろ覚悟決めんといかんかっていうのもあって、10年ぶりの、この東京、本当すごいな、これ。とりあえず今から泊まるのが美濃和駅前のアンドホステルっていう、ホテルか、南千住で飲むかもしれん、一人で。YouTuber とかさ、意外と一人で飲んどるやん。俺今まであんま一人で飲むのとかね、あんまり嫌だったけど、そういうの見てさ、なんで南千住駅前の飲み屋で飲むかもしれん、夜。ちょっとね、ちょっと悪いわ。